編んでいる途中で糸がなくなってしまった場合、新しい糸玉をつなぐ必要があります。この時、糸端同士を結んではいけません。きれいに糸を変えるテクニックを覚えれば、長い段を編んでいる途中でも素早く糸をつなげられます。糸を変える目を最後のステップの直前まで編みます。 細編みの場合、かぎ針には2つの輪がかかっているはずです。次に、新しい糸をかぎ針にかけ、この2つの輪を引き抜いて目を完成させます。糸端は編み地の裏側で持ち、次の細編みを数目、この糸端をくるむように編みます。こうすると、 後で糸端を編み地にくぐらせる必要がありません。もう一つは、往復編みの段の端で糸を変えるときに使えるテクニックです。段の端の目を最後のステップの手前まで編みます。細編みの場合、かぎ針には、 2本の輪がかかっています新しい糸玉の糸端から20センチのところに結び目を作り、かぎ針にかけて引き抜き、最後の目を完成させます。これまで編んでいた糸を離し、編み地を裏返して、新しい糸で続けて編みます。 編み終えたら、二つの糸端をそれぞれ編み地の裏側にくぐらせて始末します。